今日のですね、登壇者をまず、ご紹介させていただきます。端からですね、リプラスの橋本さん、よろしくお願いいたします。そして、サトリバの渡辺君、よろしくお願いします。会津からお越しになっている、池田さんです、よろしくお願いします。もう一人ですね、岩手からお越しになるオラフォノのですね、渡辺さんがいらっしゃいますけども、遅れて後ほど参加されます。じゃあ本日は、どうぞよろしくお願いします。そこで私は今回立ち上げるサービスはこのような施設になります。皆様どういうふうに、思われるでしょうか、感じますでしょうか。ここは私の専門の分野である医学療法ということをメインにした施設になります。サトリバというサービス、どんなサービスなのか結論だけお話したいなと思っております。サトリバというサービスなんですが、一言で言ってしまうと恋愛相談相手をマッチングするというサービスです。恋愛相談をしたいでもできない、そんな不器用な愛に悩む方々がですね、そういう方々にふさわしい恋愛相談相手をマッチングするという、ちょっと池田さん自身がそこの事業を専門でされてるわけでもないっていうことがありますから、ぜひそういった場にできればと思いますけども、とりあえず皆さんにどんどん知りたいことなのか聞こうと思ってたんですけども、はい、この取り組みをどんどん広げていきたいと思ってますし、はい、あとこうやっぱりチャレンジする人の支援とですね、つながるような形にしたいなと思うんですね、はい、だからやることはたくさんあります、はい、頑張ります。いや画期的 なんか提案されてる方もいるし、とてもフレッシュな感じで、はい、勉強になりました。いえ、とんでもないです、はい、私としてはやっぱり地域にこんなに頑張ってる人がいるんだよっていうのを、うん、どんどん知っていただきたいなと思うんですね。そうですね、はいはい、あとなんか結構さっきのところでも厳しい意見がこう入ってきたりとかね、あれとは意外と本人にも刺激になってよかったんじゃないですかね、はい、そうですね、やっぱりどうしても事業をやってるとこう自分目線のことばっかりになってしまうので、まあ、いろんなここに専門家もいらっしゃいますから、はい、そういった視点でのアドバイスだったりですね、知った激励があるとまた違うと思います、はい、今後も、はい、期待できますね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。